本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内派マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな、鳴らすまで少々時間がかかった。まあそれも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで。聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさかてめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでたやつが引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。てめえらの好きにはさせねえ。ここでぶっ潰す。果たしてその威勢本物か見せてもらおうか。入ろ逃がさん。無限月闇こそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。うるせえ。お前の口車には乗らねえ。マダラは超強い。少しの気も抜くんじゃねえぞナルト。分かってる。なるほど。今のお前は木陰すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。この感じ、やつに近いものを感じる。勝利つかむぜ。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側もこの世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえらナルト影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん。
ナルト、オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも、俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。オス。オウ。先のためにか。随分なことだ。オビト。お前が人にとっての害になるんだ。俺たちはそれを排除するだけだ。やっぱり。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか？まだだ、普通。でもなんとかビーノおっちゃんと二人で止めてる。あら、さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃ。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。だが、所詮借り物の目。メッキが剥がれるのも時間の問題だ。わかっているさ。この戦いが終わるまで持ってくれればそれでいい。今度ははっきりわかるぜ。てめえの苦しがる顔がよ。十尾は復活させねえよ。すぐにぶっ飛ばしてやる。このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリチリに吹き飛ばす。あ、撃て。よっしゃ、終わったのか。この世界がな。うわ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、あれが